はい、ポポロクロイス物語2実況プレイのパート22やっていきます。前回は、マイラの、部下であるゴーグに囚われていた、ジャンボを助け出してね、ラダックスにのところに無事ジャンボと、薬草を届けることができました。薬草の効き目のおかげでね、ラダックスにも元気になりまして、これからいよ神々の国に行こうというところになっております。行ってみましょう。ここって雲の上なのかな？なんと、拙者高いところは苦手でござる。なんで？ギルバートに乗ってるときは大丈夫じゃない。ギルバート殿は特別でござる。こう足元がふかふかしていてはいつ落ちるか。大丈夫よ、白騎士さん。とにかく先を急ぎましょう。さあ、この神々の国ですね、いろいろな要素があるので、片っ端見ていこうかなと思います。いろいろ神様のね試練を突破していくんだけども、結構ね、ややこしいミニゲームとか多いんですよね。ここはいけるかな。こんなところに人とは珍しい。どうかね、美しい肉体は。け。ん？そこの君。私？そう、君だ。君は筋肉の美しさを分かっていないようだね。いかん、いかんぞ。筋肉こそ正義。力は勝利につながるのだ。この髪脳筋か。よろしい。君たちに勝利の素晴らしさを伝授してあげよう。バトルチャンス。私が出すモンスターに挑みたまえ。5回戦だ。おっと、なんでー。さあ、取れた。魔法系の特技っていうか、まあ、特技が使えなくなってるんで、攻撃とあと道具で切り抜けなければならないと、まあ、なんとかなるでしょう。ちょっと前の敵かな。前敵か。普通の魔物とは違うんだから、こいつらよく連れてきたな。
よしよしよし。4回戦目。回復アイテムがね、危ねOK、 はい、次。おお、攻撃力高いよ。なかなかやるじゃないか。パーフェクト。よろしい。君たちにはご褒美をあげよう。攻撃力10上昇。これからも筋肉を。この上昇ピエトロが受けられないのがちょっと痛いね。鍛えて。鍛えて。鍛えまくるのだ。はい、暑苦しい神様でしたと。次。ああ、ここもな。ん？ちょっと待て。貴様、男だな。男がなぜここに？拙者のことでござるか？来るな。私は男が嫌いなんだ。いや、しかしでござるな。わかった。お前の勇気は試してやるから。だからこちらには来るな。勇気？拙者の勇気を試すでござるか？中央に丸いものがあるだろう。まずはその上に立て。おう、こうでござるか？そして、あ、お前たちは女だな。そこにいると危ないからこちらに来い。危ないって言われてますけど。お前は今爆弾の上に立っている。そして私は今からこの導火線に火をつける。そんなことをしたら危ないでござる。だから危ないと言っただろう。何、爆弾に点火するギリギリで逃げればよいだけだ。なんだ、怖いのか。情けない。だから男などというものは、まあ、なので、本当に言われた通りにギリギリで逃げます。早すぎると臆病だし、逃げないでただ立ってて爆発食らうっていうのはもう勇気じゃなくてそれは無謀なので、ちょっと待つで、ギリギリで逃げます。情けないとは聞きづけござらん。ほほ、いいのだな。では火をつけるぞ。いいでござる。拙者の勇気を見るでござる。よし、行こう。どうだ。よしよしよし。なかなかやるではないか、男のくせに。
男のくせには余計でござる。来るな。お前の勇気は分かった。だからこちらには来るな。いや、しかしでござるな。だから来るなというのに。ほら、勇気の証だ。あ、集中力が5上昇。もう用は済んだだろう。頼むからそれ以上近寄らないでくれ。よし、行きましょう。大体難しいの済んだかな。運の種と。綺麗な歌声でござるな。お上手ね。あらあらあら、まあまあまあ。あなた方、人の子ではなくて迷ってしまったの？いえ、私たちはユリウス様に。あらあらあら、まあ大変。ユリウス様は今。そうね、これはあなたたちの目で確かめるのが一番だわ。あらあらあら、まあまあ、ごめんなさいね。なんでもないのよ。あら、あなた。あなた、今好きな子がいるわね。メジャーに。隠しても分かりますよ。私は愛を司る神ですからね。とんがり帽子のかわいいお嬢さん。分かってない。絶対分かってない。そうだわ、あなたならできるはず。私、今歌を作ってますの。手伝ってくださるかしら。私、そんな。おお、それはいいでござる。ナルシア殿の歌も、それはそれは綺麗で。まあまあ、私とっても期待してしまいますわ。し、白騎士さん。では、私が候補を挙げますから、あなたは好きな箇所を選んでくださいね。さて、歌手選び、まあ一番ねナルシアっぽいのを選びましょう。なんだこれ、もう歌詞かよこれ。あなたのためにできること、大まで言ってるし、祈るように数えながら、涙ごと引き換えても、あの頬笑み戻るのならか。何も恐れるな、もう何も怖くない。あなたのためできること、祈るように数えながら、涙ごと引き換えても、あの微笑み戻るのなら、何も恐れない、もう何も怖くない。いいでしょ。あらあらあら、まあまあまあ、素敵だわ。あなたのような人に思われてる彼はとても幸せなのでしょうね。どうしたの？あ、
です。そう？あらあらあら。でも、素敵な歌ができたわ。何かお礼をさせてくださいな。え、いいです。そんなお礼なんて。そういうわけにもいきませんわ。何がいいかしら。そうだわ。えい。お、防御力上がった。あなた方の心にいつも人を慈しむ心がありますように。はい、コラボコミッケー。クイズ関係だったかな。いや、やってみよう。第一問、ここは何の神殿じゃ。知恵の神殿。うん、やりおるではないか。あのどれどれ、本腰を入れてやるかの。な、何、何なの。サーカス団にエレナがさらわれた時持っていたぬいぐるみは何じゃ。クマのぬいぐるみ。ピエトロたちが白騎士に再会した時、白騎士はどんな状態だったかの。岩に頭から埋まっていた。エレナはピエトロのことを何と呼んでいるかな。兄様。フンバフンバ村で崇められていた神様の名前は何じゃ。ウンガボックフンガー様。ポポロクロイス城の洗濯おばさんが使っているタライは誰からのプレゼントじゃ。サニア様じゃなかったかな。ピエトロのフルネームは何だったかの。ピエトロパカプカ。ところで今何問目じゃ。でよ、1問目があれで、2問目があれ何問目だっけな。今8問目か。鋼鉄魔王城に囚われていたジルバが着せられていた衣装は何かの。ナルシャの服。老竜神にとって孫。なんとパーフェクトか。ほれ、褒美じゃ。でもいい、またな。次行きましょう。
れや。僕に勝った初めての人だよ。なんだか負けたのに嬉しいな。変だな。あ、ここはね、やり直せるからね。あ、そうだ、勝ったんだからご褒美だよね。えっ。また遊んでね。はいよ。では次と、ユリウスのお城なんだけど、神殿なんだけど、その前にだ、途中ちょっと寄り道がねできたはずなのか、一回セーブしますか。やってきたでござるな。この先に大神ユリウス様が。ピエトロ、よし、こっち。理由が分かんないところにね、こういう空間があるわけですよ。何気に多分ね、見逃しがちだと思う。で、貧乏神だ。ああ、君たち、まあ座りなさい。君たちはお金のありがたみを分かっておるかな。は大事じゃぞ。もちろんお金で買えないものもたくさんあるがの、宿で一晩泊まるのにも金、食事をするにも金、武器や防具を買うにも金じゃ。金金金の世の中じゃ、嫌な世の中じゃの。そう言われてみれば、そうでござるな。それならいっそ金なんてなくなってしまえとは思うか。ふん、まあ少々不便ではござるが、そうすれば争い事は減るかもしれないでござる。働く人間もいなくなるだろうかな。そうじゃろう、そうじゃろう。そこでじゃ、お主らの金はわしにくれんか。なんで。いや、だからの、金の存在があるからこそ金のない時に不便なわけじゃ。それで。だからお主らの金をわしに。だからなんで。ちょっと黙っとれ。お願いじゃ、わしゃ一文なしなんじゃ。だからやじゃあ、このような意地悪な女子はやじゃあ。なんですって。まあ。私たちもそんなに持ち合わせはないんですが。え、これは全額プレゼントしましょう。なんと。お主ら本気か。いいのか。本当にいいのか。解散ぞ。本当に解散ぞ。いいんだな。本当にもらっちゃうぞ。お主らこれで一文なしなんだぞ。お金をまた貯めればいいし。どうぞおじいさん。
はあ、この金はいらうわい。人にもいろいろいるもんじゃの。お主の心の温かさにはかなわんわ。わしからの贈り物じゃ。はい、実はここが一番重要で、全能力5上がるっていうね。ほっほっほっ、またな。というわけでね、ステータスもだいぶ強化してもらったところで、いよいよね、主人ユリウスに会う時にやってまいりました。すごいいっぱい増えてるってわけじゃないんですけど、全体的にだいたい10から15ぐらい上がったわけでしょ。まあ、この成長がね、結構そのダメージをね、上げてくれたりとか、敵からダメージを減らしてくれたりとか、結構大きいわけですよ。種だってこんなにね、一気に増えたりしないからね。でね、次回、ユリウスに会いまして、女神マイラの呪いを解く方法を、というかね、むしろ解いてもらおうというお願いをしていきたいと思います。まあ、なんかね、神様にお願い事をするっていうのがいいのか悪いのかちょっと微妙なところですけども、まあね、神様の問題を解決してもらうにはやっぱ神様の力が必要だということで、次回相談してみたいと思います。では、ポポロプロレス物語2実況プレイのパート22、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。